ワイワオ抹茶です。競争襲来、グレンに染まる空っていうことで、三つ目だね、競争襲来シリーズは。グレンタギルバゼルギウス2頭っていうことで、溶岩道で、PV にもチラッと映ってたやつだから、まあ、もしかしたら初期キャンの真ん前にいんのかな、2匹が。だとしたらすごいことやってると思うんだけど、まあ、早速やっていきますか。さあ、問題の初期位置の話なんだけど、あ、別に普通に別々やん。3番の水辺の、左側のモンスターから勝っていきますか。まあ今のところ別々だけど、もしかしたら合流するのかな、途中で。あとこれ、あれか、ワンチャン競争襲来。冠固定かなんかちっちゃくね？もう片方でかくて、こいつが最小説、そんなことある？大体同じモンスターの二頭狩猟って、金冠と、何？最小と最大の金冠が決まってもらえるんだけど。ナイス。ちょっと寝起きだからな、日本語ガバガバなのはちょっと許してほしいわ。一体フルバレでいいか。これ多分怒るよな。あと合心がもうちょい溜まるから、ちょっとさすがに溜めておきたい。よし、ナイス。で、特にね、俺このグレンタギル初見で二落ちしたぐらいにはさ、しっかりと苦手なモンスターだから。で、あと頭がね、耐久値高いんだよね。だからまあ優先的に怒って光ったら頭をとりあえず殴って、初見に落ちしてるからさ、あんま油断したくないんだよな。よいしょ、爆発したね。ケツのところも爆発入るかな。ナイス、結構早くダウンしてくれるな。ちょっと立ち回りがちょっと寝起きのフレーミングだから仮眠してから始まってるから。よいしょ。で、根性飯じゃないから、そこも、ちょっと怖いところよな。お、ちょっと相手でどうにかなった。ナイスダウン。特殊ダウン、プラス、普通のダウンもあるんだな、こいつ。なんか特殊ダウンのイメージが強いから、普通のダウンあるの、なんか変な感じするな。で、スタンも取れたと。よいしょ。いいね、今のところ、合流もなく普通に終わってしまいそうな感じを。流れがあるけど、いいか。ナイス、弱りが見えたにゃ。終わらさせていただきましょうか。よいしょ、フルバレットファイヤー。よいしょ。お、やっぱ最初更新した。でもお楽しみはちょっとサイズ更新の確認は後からしていこう。合流してしまわれてるな。でも結構普通に別々だから、このままいけそうな雰囲気あるけど。あ、でっけえやっぱ最大金冠だね。同じモンスターの二頭クエストは、最大と最小がお決まりみたいなところあるね。いや、これ当たんないでしょ、やべえフルバレットマイヤーが、悲しい。外してしまわれた。ナイスガルク。よいしょ。ちょ、このミドルアッシュどうしようこれ。中おるんだけど。ソウルだけ入ってる。やべ、一旦飛躍飲んで、あ、怒ったね。よし、怒ったから、ちょっとミドラッシュで申し訳ないのに、ソウル入れるか。よし、 OK、 頑張れミドラッシュ。よし、ちょ、やばい時間が左の、何、送流の時間ゲージのやつがなくなってきた。よし、これはこのままもうフィニッシュ入れさせてもらおう。ゲージギリギリまで殴るっていうこともせずに。よいしょ。で、頭が尻尾よりも耐久値が高いからフィニッシュすかさなかったか今、ミドラシ君。大丈夫か。やばい、しかし尻尾埋まってるんだけど、でも当たってるから大丈夫か。よし、いい感じに当たれてるね。ただ問題はこれ段差があるからさ、ヨーキングガルクの攻撃とかもちょっと当たるかどうか分かんない。よいしょ、ちょっと鬼火弾入れてんだけどな、やる隙はないかな。ちょっとなんとも言えん。フルバレットファイヤー、ゴリ押し。よいしょ、気持ちいい。すごい広範囲にばらまくから場所がなくなるんだよな、ダンスとかの。おわ、いって、うわー、やらかした
尽きちゃった。いやこれよ、後半茨巻がやっぱ強いね。お、おあいつリスキル狙ってんだけど、力尽きさせたからってなんかいい気分になってるようだな。お前の墓場がここにできるだけだぞお前。はい、じゃあ一投目と同様に終わらせてくれるぜ。うわー、でかいから鬼火当たんねえな。頭が高いからな、単純にな。いや、いってっ、やばい、荷物だけはもう初見の悪魔やめさせてくれ。クエスト失敗だけやめてくれよ。ばらまいてプレス来るもんね。おーし、ほんと怖い、こいつがあるの。よしで、頭の耐久値が高いからっていうのはもう3回ぐらいやってる気がするから、まあ、ちょっとこれ以上は言わないけど、弱点でもあるからな。とにかく頭を殴って、よし、あとはケツだね。多分この爆発で弱ったりするんじゃないかな、さっきの最小個体の加減を見るに。やべえ、いって、これ2連でくんな。あ、当たんねえ嘘だろ。おお、ナイス、スリルありますね。よいしょ、弱りが見えるにゃ。でこれで弱りが見えてるけど、俺の弱りも見えてるけど、よし、鬼火弾を取って、よし、終わった、危ねえ。回復はいらなかったな。あまりにもスリルだったな、最後。7分半で一応クリアと。ただ、落ちちゃったな。でも、エリちゃんとちょうど被ってたから、そんなにタイムロスはなかったのかな。うん、でもなんか、あれだね。ちょっと力尽きてるから、説得力があるかわかんないけど、合流しないんだったらそんなにって感じのところもあるな。単体単体で、ね、なんか戦っての連続終了だったから。うん、事故らなければって感じのクエストであったな。よし、剥ぎ取りは普通だったんで、冠は、いや、これがマジで嬉しい。俺どっちも持ってなかったの。最大銀冠すら持ってなかったから、この最大金冠と最小金冠両方もらえたのは、すごい、すごい嬉しいな。どっちかっていうと救済クエじゃないこれ。救済クエスト。あ、回れチケット。躍動する2つの大産卵を、退けた者へ送られる報酬、みずみずしい重ね着装備と交換可能。読み方合ってない気がするチケットもらえた。多分これがあれだよね、 TV で映ってた重ね着のやつだと思う。え、エルフィンクラン、あれ違う、少なくとも俺に向けられた重ね着じゃない気しかしないんだけど、まあ、こんなのが報酬でした。はい。ということでご視聴ありがとうございました。個人的には金冠救済のイメージが強かったの、今回のクエスト。やっぱ単体単体で、その、立て続けに狩るだけっていうのかな。合流で、なんだろう、一場面に2匹がいるみたいな感じのイメージがあったからさ、イベクエの流れてたからね。PV が。だったんだけど、やっぱ単体の連続だったから、そこがちょっと難易度下げてたかなって思うわ。まあ、力尽きたんですけど。はい。ということでご視聴ありがとうございました。さよなら。